はい、というわけで今回は段ボールでピンボールを作ります。ここがビー玉を発射するプランジャーです。この棒を引っ張って離すとビー玉を発射します。そして左右にある棒を押すと中央にあるフリッパーを動かせます。シンプルだけど誰でも楽しめるのがピンボールのいいところです。作るのに必要な材料も身の回りのものが多いので、興味がある方はぜひ作ってみてください。必要なものは、段ボール、ハサミ、カッター、ラジオペンチ、キリ、太いストロー、割り箸、竹ひご、色画用紙、木工用ボンド、グルーガン、ゼムクリップ、輪ゴム、瞬間接着剤。それでは作っていきましょう。
これでピンボールの完成です。難易度調整のやり方です。手前を高くするとビー玉が落ちてくるスピードがゆっくりになります。逆に奥を高くするとビー玉の落下スピードが速くなります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。